ブラックバスなど外来種の外来魚は人類の敵で駆除するのは正しいのか？島国の考える外来種と陸続きの国の考える外来種では根本的に異なるイメージを持っている。外来種である外来魚の駆除が求められる理由は大きく2つあります。第一に、外来魚が持ち込まれた水域に生息する在来種の生態系に悪影響を与えることがあるので、外来魚は捕食、繁殖、環境への適応力などその他の様々な要因から在来種と競合することがあります。そのため外来魚の増加が在来種が減少し、もしくは絶滅してしまうリスクを生むのです。第2に、外来魚が水産資源にも悪影響を与えることがあるためです。外来魚は在来種と同様に河川や湖沼などの水産資源にとっての天敵となることがあり、外来魚が増加すると天然の魚類やエビ、カニなどが減少し、水産資源が減少することがある。しかし外来魚を駆除することには難点もあります。第一に、駆除することができても再び持ち込まれるという問題があります。第二に、駆除にはコストや時間がかかることがあります。第3に、外来魚が駆除された後に再び水域に持ち込まれるとさらなる増加を余儀なくされる。以上のことから、外来魚を駆除することが必要とされる場合もあれば、しない場合もあります。例えば駆除が困難であったり、水産資源や生態系に与える悪影響が軽微である場合は駆除しなくても良いと判断されることがあります。また駆除よりも対策や管理の方が効果的である場合もあります。外来魚の駆除の判断は状況や場所によって異なるため、適切な対策を取ることが重要です。世間一般的に悪いイメージのある魚たちも、釣り愛好家がスポーツフィッシングとして活用している側面があるのですが、釣り人自体のイメージも悪いですよね。